日は丸太をお部屋に設置していきたいと思います。クッションフロアをお家に敷いていきましょう。クッションフロアはこんな感じでサンプルをいっぱい取り寄せました。楽天で壁紙ポンポさん、そう、なんか有名っぽかったんで壁紙ポンポチェックでホワイト系の商品のところから可愛さそうだったやつとブラウン系のやつのところからサンプルを頼んでこれぐらいのサイズで届いたんで、なんか床にこうやってやってみてこれだねみたいなやつを選びました。サンプルありがたいよね。サンプルありがたい。1枚10円だっけ。40円だったと思います。なんで9枚頼んだんで宿30、360円です。それで結局我々はこれにしました。カラーはアッシュで9504っていう品番のやつにしました。これを引いていきます。これはお部屋測って自分たちのサイズに必要な分をオーダーしたらこの丸太で届きました。10センチ単位だよね、買えるのね。そう、1メートル以上10センチ単位、そうでいけるからね。そう、計算して買いました。てな感じで引いていきます。やっていきます。クッションフロアは楽天ルームを始めてみたのでここにまた載せますね。ほいーほいよいしょ。それではそれではタイトルコールお願いします。はい、タイトルコールって何？レッツゴー。それタイトルコール、うん、ズズン、賃貸のお家の床をおしゃれっぽくしてみた。スタート。スタート。結構厳重。ちなみにカッターこれしかないから。鉄筋で買った。くまちゃん買った。できるかな。切れるかな。ちょっと無理だったら近くにカッター買いに行きます。やばいよ。汚れた。いや今日ニット違ったわ。え、何もニットだ。ノットニットで。ノットニットで。ノットニットで。こんな感じ。痛い。こんな感じで届きますよ。皆さん2人動かないでやってくださいね。見ての通りね、今めちゃくちゃ汚いんで全部片付けから入ります。初日だ。わあ服着たね。わあ何も。みんなニットは着ないように。行くで。集中モードで。2人とも無言でとんでもないことになっていたのでアフレコに挑戦してみます。これは両面テープを一生懸命端っこに貼ってます。貼り方とか必要な長さは最初に調べてからやるのがおすすめです。私たちはちゃんと調べなかったのでテープが足りませんでしたのでご注意ください。はい、全然貼れませんでした。足りないです。あともう一個あれば貼れた。わ、結構いいんじゃない。色横幅が90センチ幅らしいです。ナッスイーン。私たちはこういう感じで敷いていきます。残念ながら粘着テープとうちにあるこいつじゃちょっと厳しそうなので買ったと粘着テープ買いに行ってきます。
くなる。パパじゃあね。チーム系の時にチリ失礼します。お尻失礼します。はい、こっからまたアフレコになるんですけど、俺らこうやってハサミでチョキチョキやってるけど、なんか後々見たら結構ガタガタになっちゃったっていうパターンが多かったので、最後にポイントでも説明してるんですけど、道具マジで揃えた方がいい。マジでこれにつけるよね。マジです。あ、ここで言ってるんですけど、本当に計画性、これとっても大事です。計画性持ってやりました。あ、夜でなってますもう夜です。もうこれ夜になったね夜になっちゃいました。まあ俺らこうやってなんか適当に貼っちゃったんだけど、本当サイズ通りにちゃんと測って下にね貼った方がいいね。そうなんです。まあ、道具とかは概要欄にちょっと自分なりにこれ貼ったらよかったなってのまとめておいたので参考にしていただければと思います。頑張ってます。一生懸命やってますね。あ、やばい、24時間頑張ったね。本当に寝る時間もなかったよ。はい、ちょっと1日かけてねやったんですけどね、超大変だったんで次の日になってしまいましたで、理由なんですけども、やっぱ僕ら搬入全部した後に今こうやって引こうとしたから、冷蔵庫やばくて、冷蔵庫下までやっぱ妥協したくなかったから頑張って引いたら、もう全身ね筋肉痛でもね、めちゃめちゃね綺麗にできたからね、素人施工にしてはよくやったんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとね一部ちょっと歪んでるかなみたいなあるんですけど、ちょっとね後日修正ということで。失敗しないポイントをじゃあ3つぐらいでまとめて。失敗しないポイント1、入居初日にやりましょう。本当に大変、もう冷蔵庫とかやっちゃった日にはおしまいですもん、うん、人力じゃ動かせません。マジで大変だった。2、ポイント2つ目は道具だね。道具がないと手こずりまくります。汚くなる。俺ら道具なさすぎて、パン作るパン作るやつでこうやって端をこうやって一生懸命口を埋めて、でこうやってカッターでこうピーってやってみてやったから、すごいねやりづらかったね。メジャーも必須だね。なんかこういうさ、ここに取っ手がついてるこういう定規で分厚いやつ、こういうのが売ってるらしいから、これだったらなんか壁にぴったり添えて切れたり、このクッションフロア用のねカッターが売ってるらしいから、それあったら多分楽だよね。楽だと思う。3、3つ目何朝からやりましょう。昨日遅くから始めちゃって終わるでしょうって思って1時ぐらいからやったら、終わったら7時半とかでした。意外と時間かかるね、うん、よく YouTube ショートとかさ、インスタリールとかさ、みんなやってるの見てたけどさ、あれ短いからさ、すごいさ、イメージ的に割とすぐできるかなと思って、簡単そうって思ってたけど、だけど俺らはとんでもない時間かかったあれ僕たちなんで、僕たちデータだと今こう11畳ぐらいなんだけど、11畳のスペースでそんぐらい、何時間、6時間半まあ途中買い物行ったりしてたけどね、お昼ご飯食べたり、まあ、1日のうち6時間半ぐらいをこうクッションフロアに費やしたって感じかな。大変だったよ。もう終わったから、終わった時はもうガッツポーズでハイタッチでしたよ。一部ね、ちょっと手抜き工事あるけどね一箇所、そう、一箇所扉の前ね、ちょっと、ね、こんな感じ、ちょっと白っぽいグレージュっぽい感じになりました。つなぎ目この辺だと思います。そうだね、つなぎ目本当にわかんないね。めっちゃ弾む、うん、すごい綺麗。木目も全然違和感ないというか、もう、うん、まるで
その床だったみたいな。このね、なんか浮いてる2脚はちょっとあの次の予定にね使用するんで、なので入荷してます。意外とマジで何もないんですよね。がお家にこういう大きい鏡とかあって、お洋服の写真撮る女の子とか床かわいいとこんなにかわいくなるので、ほんと全然違うよマジで。そう、もうちょっとお家が綺麗になったりしたらルームツアーとかやりたいと思いますですね。とりあえずこんな感じ、現状こんな感じだね。ちなみにライトはこれ、これね、これはイケアです。イケアのシーリングライト、あれね3000円くらいでした。いいよ、バイバーイ。バイバーイ。